こんにちは。今日のロスジェネなんですけども、まあ自分の存在価値について悩むことはね、誰でもあると思いますけども、特にね、まあ私と同じ年代、ロスジェネ世代は、なんでこうなっちゃったのかなとか言ってね、自問自答する日々が特に多いんじゃないかなって思うんですよ。まあ、私たちは幼い頃から受験戦争に勝っていい会社に就職する。まあそれが一つの成功モデルだと思っていたし、それ誰も疑わなかったんですよね。確かにその時点では学歴のない親がすごく苦労してましたんで、学歴さえあればと思ってそこに向かったのは、特に間違いじゃなかったんじゃないかなと思うんですよ。ただ残念ながら社会に出る頃は、その成功モデルが別の成功モデルにね、なんか乗っ取られていったんですよね。ですんで、まあ親がね、借金して高い学費を出してもらって塾に通って、まあ我慢をしながら大学を卒業したのに、なぜかね、社会っていうところは自分を受け入れてくれない。まあ例えば、私たちよりも先に社会に出た人も、なんかね、ちょっとこう違う社会のポジションからものを語ってくるし、それから私たちの後から社会に参加した、いわゆる若い世代、Z 世代って方も、なんかね、新しい価値観で私たちを見下してくる。特に見下してないのかもしれませんけども、なんか見下されたような気になっちゃうんですよね。まあその中で、確かにロスジェネ世代って言っても奮起して一発逆転する人はいるんですよ。でもそういう人たちでさえね、 Z 世代のように40代の人が語る切り抜き動画で、例えばね、ひろゆきさんの知ったげな物語をちょちょんと切り抜いて編集して1億2億稼いだようなこともないし、それからね、まあ、YouTube だけじゃないんですけども、インターネットを使って TikTok でバズったみたいなね、そういう風にして学歴とか実績とか苦悩とか関係なく20代で一発当てたっていうことも私たちにはなかったですし、そうなったらなったで、一体ね、私たちは何をしてここまで来ればよかったんだろうかと、様々複雑なものがあると思うんですよね。で、人生の価値ってことなんですけども、これはね、考えれば考えるほどわからないんですけども、じゃあ80代の方に聞いてみたらどうかなと思って、何人かの方にね、今まで聞いたことがあるんですよ。あなたの人生は良かったですか悪かったですかっていうふうに聞くと、いやあのね、久保さんね、そんなことわかるわけないじゃない、まだ人生の途中だもん、きっと人生が終わった時にその時初めてね、良かった悪かったってわかるんじゃないかな。だってこれからどんないいことがあるかもわかんないし、これから全部をねチャラにする悪いことが起きるかもしれない、それはわかんないじゃない、こんな話があるの聞いたことないって私にね、その人は語ってくれたんですよ。アウシュビッツ強制収容所を生き抜いた人が、この前のウクライナ侵攻で死んでしまったよって。これ、この人の人生良かったのかね、悪かったのかね。アウシュビッツを生き抜いた時は、なんと幸運だったんだろうと。神様に守られていたんじゃないかと思って奇跡を感じたのに、でも結局はいきなり起きたロシア侵攻でお亡くなりになった。どう評価すればいいのかなとかね。それから人生なんて何もいいことがなかったって方が、最後にこんなことを言ったことがあったんですよ。久保さんって、私は神様の夢を見ましたと。神様が全部を許してくれて、あなたは人生で何もいいことがなかったというふうに思ってるだろうが、あなたは唯一私の友人だよと。安心してこっちにいらっしゃいというふうに夢の中で神様が語ってくれそうなんですよ。で、その一言で救われて、もう全然人格が変わったようにね、私のところに、久保さん、本当にいい人生だったっていうふうに、初めて語ってくれたんですよね。で、その方は、今まで人生なんて一回もいいことがなかったっていうふうに、いつも、こう、落ち込んでいる方だったんですけども、そんな夢をね、見て、まあ何を思ったのかわかんないですけども、すべてが救われたっていうふうにして、そのまんま、3ヶ月後、お亡くなりになったんですよ。で、そういうのを見てるとね、確かに、人生って、どこを切り取って良かった悪かったって決めるのかなっていうふうに、また分かんなくなっちゃいまして。例えばロスジェネ世代と言われてる私たちだって、小学校の時にコロコロコミックスを読んでね、これからすごい世の中になっていくんだなと、早く大人になりたいなって夢と希望に燃えたと思うんですよ。で、苦しい大学受験や就職戦線、その先に何があるのかなと思って、不安とともに多少の期待も抱いたと思うんですよね。その時って、いわゆる目標や夢に向かう時って結構楽しかったんじゃないかなと思うんですよ。だからその瞬間を切り取ったらね、
結構ハッピーだったんじゃないかなと思いますけども、別の瞬間を切り取る。例えば、ここ5年10年の自分の人生を切り取ると、どんどん悪くなっていくっていうふうに、そこだけ切り取るとね、思えるかもしれませんよね。でも結局、自分の人生のどこを切り取ってどういうふうな角度から見るかによって、存在価値ってのは千変万化するわけですよ。だから考えてもしょうがないのかなと。そもそもまだ人生の途中なのに、わざわざ人生の存在価値をなくす方向に選んでいくことはないかなと思うんですよ。80代の方が私にね、何名の方が言われたように、いや、まだ人生の途中だからさ、今まで負け続けだったけど、最後になんか逆転するチャンスが来るかもしれないじゃん。だから、人生良かった悪かったってまだわかんないよね。そして別の方は、今まですごく恵まれた人生だったけども、最後にそれをチャラにするぐらい悪いことが起きるかもしれないから、まだ自分の人生が価値があったかなかったか、良かったか悪かったかってわかんないよっていうふうに、なんか共通して言われてましたね。不思議だなと思いました。そしてこうも言う方がいました。結局、自分の人生が良かったか悪かったか、価値があったかなかったかって、死ななきゃわからないじゃない。死んでこそ人生が確定するわけだからさ。となると、死んじゃったら自分はいないから、自分では判断できないんで、誰か他の人が価値があったなかったっていうふうに判断するのかなって。でもおかしな話だよね。自分の人生がどうだったかなんて自分以外の人にはわからないはずなのに、自分さえそうやってわからないわけだからさ。まあだから、そんなことあんまり考えずにいきゃいいんじゃないの?っていうふうに、その80代の方が語ってくれました。今回、例に出した80代の方のお話ってのは、合計で4名の方をね、4人の方のお話を混ぜこぜにしてお送りしたんですけども、不思議とね、そういうふうに住む地域も、家族構成も、人生の道のりも全く違った方が、ここに来て似たような答えを出すのはかなり興味深いなと思いましたね。納得する部分が結構あったんですけども、私たちロスジェネ世代は、まあまだ40代、50代ですよ。残りの人生がないわけじゃない。もうワントライ、ダメでもともとやってみるのはどうかなと思います。もうここで失敗しても失うものはないと思うんで、逆にどんどん挑戦できるんじゃないかなと思うんですよ。でも逆にね、ここで立場がある方や、身分がある方とか芸能人の方とか大企業の経営者ってもう浮気一つできませんよね。でギャンブル一つできませんよね。どんな失敗も叩かれるから許されませんよね。だからもしかしたらものすごく窮屈で組織や実績を抱えたがゆえに身動きが取れなくなっちゃってるんじゃないかなとも思えるんですよ。皆さんどのようにお感じになったでしょうかね。でここでね、赤木っていう漫画の中に出てくる成功ってものについてお話したいと思うんですよ。漫画を読んだ方がいるかもしれません。私と同じ世代でしたね。そのストーリーの中には、確か天っていう漫画の中に出てきた赤木っていうね、ストーリーなんですけども、原田っていうね、ヤクザの大親分がいるんですよ。そのヤクザの大親分が、誰か他の脇役に、こう、ポツッとね、愚痴ることがあるんですよね。社会から見たら俺は、でかい日本最大級の組織を背負ったヤクザの大親分。右にできるものも左にできるし、左にあるものも右にできる。ちょっと歩けばみんながビビって俺の言うことを聞くよと。でもそれは俺が原田だからじゃなくって、今までいろんなことをね、成功してきたヤクザの大親分だから、その恐怖に対して頭を下げてるだけで、俺自身は単なるこの組織の番人であり管理人だよと。中間管理職みたいなもんだよ。俺がこの組織を離れたら一体何が残るのかなとかね、そんな形のことを言われてたんですよね。で、それはまるでね、一つずつ成功を積み重ねたら、もう失敗ができなくなってきて、その成功に自分の人生ががんじがらめになってもう抜けられなくなったようなもんだと。この立場を持ったがゆえに、もう自分は好き勝手に自分の人生を歩むこともできずに、ヤクザの大親分という役割を演じなければならなかったというふうにね、なんか落ち込んでいたというかね。だからもしかしたら、何もないのがいいのかなみたいな、さる思うんですよ。もう一つちょっとね、思い出したことを言いますけども、光源氏っていうね、そういうふうなアイドルグループがいたんですけども、いつかきっとっていう曲の中にね、なんかこう、行く当てのない明日だなんて当たり前の話じゃないかっていうセリフがあるんですよ。まあ歌詞の中にね。だから、明日からの地図ってないのが当たり前で、明日からの計画がある方が
ちょっと不自然なんじゃないのっていうふうに問いかけてくれる、そんなね歌詞でしたけどもね。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけども、まあなんか感じ取っていただければ幸いです。